ゲルリッツは、旧オーバーラウジッツ地方、原作専修のナイセ流域にあるドイツの都市である。現在は、ドレスデント市圏に属する、ゲルリッツの図星ペテロパウロ教会。ナイセの国境の端から、ゲルリッツの名は、スラブ語で、燃やされた土地を意味する言葉、燃えるや、燃やすを意味するロシア語のやチェコ語のホリットと、同語源、に由来する。 ゲルリッツが最初に文献に登場するのは、当時ローマ王だったハインリヒ4世が1071年に書いた書簡である。13世紀以降、交易により町は発展する。30年戦争以後作戦戦艇抵抗の支配下に入り、ナポレオン戦争の後、1815年のウィーン会議によりプロイン領、主ジエンの一部となった。第二次世界大戦ではドイツが敗北する直前、 町の内政側に架かる橋がすべて爆破された。大戦後、オーダー内政線が東ドイツとポーランドとの国境線とされたため、旧ゲルリッツ市の内政側東岸が1948年にポーランド領図ジェ列となり、残りの部分は東ドイツのザクセン州の一部となった。その後、ゲルリッツは1952年からドレスデン県に属し、 ドイツ統一に再,再設置されたザクセン州に復帰した。2002年の水害により、ゲルリッツとズゴジェ列ツを結ぶ橋が損傷したが、2004年10月に復旧した。ゲルリッツとズゴジェ列ツの両都市は2007年12月ポーランドが宣言協定に加盟したことにより、検問が廃止されて再度一つの町として発展する方向に向かい、2030年までに一都市一行政。 一議会とする計画を立てている。ゲルリッツ軍の軍長が置かれている。同軍は人口流出による少子高齢化と過疎化が著しい。2017年以降、右派、極右政党のドイツのための選択肢の勢力の中心地で2021年ドイツ連邦議会選挙ではゲルリッツの有権者の30%以上の支持を集め、国内で 最高の支持率を記録した、ゲルリッツと姉妹都市を示す表中、ありがとうございます。